ついにコープスパーティーを紹介する時がやってまいりました。どうも今井です。そしてゲストの、はい、佐藤里奈です。佐藤里奈、ありがとう、来てくれて。お邪魔しますよ。こちらこそ。お邪魔しますが戦力にはなりませんよ。いいですか。ただ私もです今回のコープスはね、マジ怖いっす。いや、ずっと怖いよ。本当にずっと怖かったし、うん、過去の作品もこうプレイした時とかにね、うんうん、もうキャーとかこうね、はいはい、機械をボーンって投げながら、はい、何壊れる、怖い。ちょっと大丈夫、ソファーの上に投げたりとかしてるからそう怖いってやってたんだけど、うんうん、もうストーリー知ってるのに今回本当に、いやだってどんどん進化してるでしょ。そうな、毎回なんか怖さが。そうな、しかも今回映像が本当にまたバージョンアップして 3D になったりとかしてるから臨場感半端ないんですよ、うん、音もあるしね。そうなの。結果ね、今からちょっと怖いシーンをやる、やるの、やるの、やるのよね。どうしてもやるの。やめとくやめとこっか。やめとこ、やめよう。2人で見たら好きなものダメだよっていう、ざわざわざわってなっちゃう。やります、やります。わかりました。じゃあちょっと皆さんにもねご紹介する感じで、こんな今こんなシーンですよってことで画面見ていただきながら、はい、進めていきたいと思います。よし、いくぞ。よいしょ。今、あゆみちゃんが本当に大丈夫。うわぁ、倒れてきた、よしきが。ぐわちょっと待って、ここだけ見るとギャグシーンなんですね。ちょっと待って、動く動くよね。このキャラは可愛いよね、この、なんていうの、 3D の、うん、篠崎、今までになかったね、キャラクターの作り方。お前、今回はマジで会えねえかもって。いつもごめんね。ほんとごめん。そうだね。うん。歩みに代わって謝るよ。いいんだ。しょうがないよ。しょうがないよ、ね。しょうがないよ。ごめんね。ちょっと。ただ。びっくりする。もう机が動いた事態だけでもう。何驚いている。私耐えられるでしょうか。頑張ろう。うん。もうね、うん、追いかけてきてくれたのよ。好きがいいやつも。いいやつ。そろそろね、歩みも少しずつ気づき始めてます。あ、よしきいいやつだなって。心開き始めてる。うん。そうだね、女は追いかけるより追いかけられた方が良かったりしますか。愛されるより愛されたい。そうで素敵ですよね、多分。適当になっちゃう。怖いからってね。すいません、上の空だった今。こんなちょっとまあこう2人で再会してちょっと頑張りますね。皆さんはゆっくりプレイしてくださいね。私でも家でやってる時も怖いし、あの人も飛ばしまくり、そう、流行りが起こってるとかでしょ。でも話知ってるから。そうそう、スタッフのあのプレッシャーね。来た、誰誰誰、こっからはですね、ちょっとぜひね、さくらにやってほしいの。いやだ、ちょっと今からね追いかけられるんですけども、ヒント、右上に逃げてください。右上に逃げてください。これまずね、丸ボタンを押して進めると、今から追っかけられっから。いや、いいよいいよ、大丈夫、追いかけられるのとか、いいよいいよ。で、懐中電灯はこれを押すのだけで、今ずっとつけっぱになってますね。うん、来たよ、なんか来た、これを、あー怖いよ、怖いよ、可愛いけど怖いよ。逃げろ、怖くない、逃げろ。本当だ、怖くなかった。ちょっとね、こうなっちゃうとか、ちょっと出ました。右上、右上だって。右上ってどこよ。閉めての、閉めたね。ヨシキが今ね、止めてくれてるから。いやでもヨシキそれ止めたらさ、ヨシキって早く行け、早く行け、優しいやつだよ。ごめんね、行くね。もうナイトの称号与えたい。あげるあげる、ナイトだよ、ナイト、ナイトヨシキだよ。行きたくないよ。だからさ、こういう状態で本当になったらさ、もう二人で死にたいよね。そうだね。私もそれがいいと思う。ほら、行け。逃げるなんて絶対無理。絶対無理。逃げた先がだって恐ろしいもの。どうする？助ける、逃げる、どっち？あれ？今なんか押しちゃった。丸ボタン押して逃げ、逃げる、やだよ。どっちか選べたのに。一緒に死のうって言ったのに。言ったのに逃げようと。私も逃げることになっちゃった。おい。だったらあなたも死なないでよ。同じ思いに。しのぎ。ちょっと怖い怖い。大丈夫大丈夫。とにかく逃げよう。来たよ。いや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 、来た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 。真の演技ですね。うん。来た来た。どうするのどうするの。怖い、消えた、消えた。消えた。消え
きやがった。逃げるぞ。よかったよかった。右で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 走って走る走るのどうだったっけな。危ない走っちゃう。松ボタンで走るから。バツボタン。なお画面が松ボタンで走るから。今どうなったの。逃げられてるかな。まだまだ首飛ぶんだよ。下の階に行くんだって。下の階に、うん、罵倒しようかと思っちゃって。ほら無理だよ、うん、いや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 、すごいっす。今度はあの直美が出てくるシーンをちょっと、うん、はい、探りたいと思います。はい、はい、というわけで、はい、先ほどのところ見事にね、よかった。階段暗くて全然分かんなかったね。でもね、うまいこと逃げてたみたい。やるなっつってラッキーだね。はい、じゃあちょっとね、違うシーンを皆さんにご覧いただきたいと思います、はい、うん、今ねシーンだとこうお家が出てますけれども、はい、さあ誰のお家かな。あ、サトシ君だ。なんでうちの周りに、あの人って確か。ただいま。あら、おかえりなさい。え、クオン先生。いいね、かわいい。和むね。うん、ああ、よかった。あ、お兄ちゃん、おかえり。おー、いいっすね。かわいい。優香、もう帰り、サトシ。クオン先生って本当にいい先生よね。なんか食べてますよね。確実にモグモグしていらっしゃる。母さん、お帰り、サトシ。出た出た、ナミちゃん、かわいい。相変わらずと目がね、眼帯がね、ナミまで先生。私の家にずっといるより、仲良しのサトシ君のお家に連れてきてあげた方が、彼女の心にはいいかな。癒されます。その通りです、うんうん。何を言ってもその通りですって思う感じね。うん、え、じゃあなんか、あなたの元には連れてこない方がいいと思ってって。その通りです。あれあれあれ。いや、先生が言うならその通りです。あ、でもナオミが嬉しそうにしてるのはちょっと嬉しい、ね、いいよね、うん、しばらく見てなかったなって感じだね。やっぱコークス、うん、しんどい思いしてるもんね、お互い。本当に本当だ ね、 ね、辛いね。ほら、辛いんですね。もうご飯もできて辛いねっていうのはどうか。まあでもね、感情移入しちゃうからよ。そうだね、やっぱ脈々とずっとやってるでしょ、うん、だから辛いよね、うん、そうなの、ね、なんとか早く救われてほしいってずっと思っててね。そうだね、うん、怒りに変わってくるもんね。どうだろうね。何なのこれ。そう、何考えてんのとか、ね、このルート行く必要あるとか。そうそうそう、まあね、物語上仕方ない、ね、仕方ないんですけど、全部のルート遊んでほしいですけど、うん、いや、でもなんかこのシーンは本当にコープスらしからぬシーンですね。なので、あのコープスって怖いもんだって、先ほどのシーンとかもあったりとかして思ってらっしゃる方、こんな和やかなシーンもあるんです。笑えるシーンもあったりするので。そうなんです。なのでぜひね、あの恐れずに遊んでいただきたいですね。怖いとこもあるんですけどね。相当ね、大丈夫です。そうそう、大丈夫、あのこれでもなんとかなりますから。逃げるとこだけ逃げて。そうだね、うん、鳥のひなだ。ええ、
自分で噛めますから僕は人間です。僕は人間です。人間です。人間です。そうでしょうね、うん、知ってた。ゆうか、あらら、あれ、ゆかちゃんいくつだっけ？いくつだったかな？あらららあら、あらららら、あれ幼稚園とかだったかもしれないな。失敗しちゃうよね。そうだよね、あるある。なるかい。誰だシナリオ書いたやつ。今でもゆかちゃんのアイデンティティっていうのはね、そういうとこあるもんね。仕方ない、うん、病院でも原因が分からないんだから、ね、そういうシーンが無駄に挟まれてる。無駄じゃない、無駄じゃないよ、大事なシーンだよ多分の、はい、局所的に、天神症から帰ってきた方がいいですけど。でもこう見るとさとし君やっぱり主役だなというか、うん、そうだね、ポップスの世界をやっぱ一番引っ張ってくれてるのはさとし君だな、さとしなんだよねって言っとかないとまた下の子が怒るから ね、俺なんなんだって言い出すからね。いやいやいや、ラジオのね、あのコープスのラジオの最終回来てくれたんだけどね、うん、もうずっと愚痴ってましたからね。なんて、おかしいよおかしいよっつってね、俺がもう慣れたけどっつって。慣れたんだらいかそうね。はい、というわけで、ね、はい、こんなね、本当に皆さんに見せたかったな、こういうちょっとね、うん、こうホッとするシーンもありますよって、私たちの本当に支えだったこういうシーンが。わかる。もう台本こうめくってくときにね、いやーわー以外があるんだ、救いでしたね。ぜひそのシーンもあります。あの怖いゲーム苦手なんて方もぜひ今回勇気を振り絞って手に取っていただきたいなって思います、うん、よく見れば怖くなかったりするしね、実体模型ちゃんみたいにあれ可愛いなってそうなの、ね、あの明るくしてれば怖くないですからね。はい、というわけでラジオの本編でもサトリナと2人でいろんな話していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。